朗読。彼方の呼ぶ声。英米古典会議談集より。メアリーエリザベスブラッドン作。鏡に映る顔。前回の続きからです。ヒューは自筆へと運ばれて行き。 それを見送ってルースがと口のほうを向いたとき今や高校と差し込む月明かりの中ベッドの上に棺桶が一つ薄ぼんやりと浮かび上がるのが見えたような気がした今しがた夫の手当に使おうとした水はまさにそこから流れてきていた恐怖に身震いしつつしかしあとで 必ずこの件を調べることを心に誓って彼女は扉を閉めて鍵をかけそれをボケットに入れて夫の部屋に向かったその時分にはヒューは意識を取り戻しており一体何が起こったのかと不思議に思い始めていたしかし妻の顔を見た瞬間恐怖の記憶がよみがえり再び気を失いそうになった 翌日になるとヒューの具合も良くなって遅い昼食の席でルースは昨夜見たことを全て話してくれるようにと冷静に頼んだしかし彼から引き出すことができたのは何があっても絶対に教えないそのことはなるべく早く忘れてしまいたいという返事だけだった「幽霊いや幽霊なんか見るわけないさ」 でもやっぱり話す必要はないんだ。でもあなた、ルースは不思議そうな顔で尋ねた。私も見たし、それに全然気にしないわ、結局のところ。夫の顔に浮かんだ表情を見て不安になり言い出した。屋根が水漏れしていただけかもしれないし。 月明かりがああいう奇妙な幻みたいに見えることもよくあることよ。とりわけ雪に反射している時なんかはだからきっとあの棺桶も私たちの想像の中だけのものだって私は信じているわ。私今夜もう一度あの部屋に行ってはっきり確かめてやるわ。もしも本当に幽霊がいるのだったらそうねその時は手を尽くして。 その無念を晴らししてあげましょう。でももしいないのであればはっきりいないと分かった方がいいわだってあなた本当に真っ青でそのことを考えただけで気絶しそうなんだものそんなこと絶対にダメだヒューはきっぱりと言い放った僕は缶おけも水も見なかった僕が見たものも 多分大したことではないんだろうけれどこの世の中で君にだけは話すことはできない最初のショックが薄れるまでは何があってもとにかくまたあそこに行くなんて二度と考えないと約束してくれルースがその約束を交わすより彼の言い分が馬鹿げた迷信彼女はそう思っていただと説き伏せるより前に ヒューは週に一度やってくる郵便配達人がついに姿を見せ並木道のぬかるみを苦労しながら運んでくるのを目に止めて昨夜の一件を何もかも忘れてしまいたいからだろう彼を出迎えに行った遅くなりまして申し訳ございません配達人は言ったそれ以上に申し訳ないのですが 今日お届けに上がったのは悪いお知らせなのです。弟様が悲嘆に暮れておられます。奥様がお亡くなりになって、旦那様にすぐにお越しいただきたいとのことです。葬儀は明日で、道が通れるようになっていればいいがと願っておられました。本当におつらそうで。ヒューは手紙を受け取って屋敷に戻った。彼がその悪い知らせを どれほどありがたく思ったかは神のみぞ知る。というのも彼は昨夜、死人の間の鏡に妻の顔が映っていたとすっかり信じ込んでいたからで、しかしこれであの顔が弟の妻のものだったことが判明したのだった。妹はルースの妹で彼女にそっくりだった。心の重荷が降りた喜びのあまり。 ルースに妹の死を告げなければならないことを忘れそうになったが元いた部屋に戻ってみるとルースは家事をしていてそこにはおらず彼が手紙を読み終えより痛切な心持ちになるまで戻ってこなかったかわいそうにルースはひどく取り乱ししかし同時に夫と住所として連れて行く馬帝のジョージの喪服の準備でバタバタしたため 2人とも幽霊の言葉すっかり忘れてしまった。ヨークまでの道のりも半ばまで来て、北西から降り注ぐ暖かな雨の中、雪がみるみる溶けてゆく開けた荒野の中でようやくヒューは妻に全てを話し、もうあの部屋に入らないという朝の約束を取り付けておけばよかったと後悔した。しかし今ではもう遅いので、 そのまま冷たい雨の中を70キロ以上馬で走り続けやがて養鶏寺の暗く狭い通りに入っていった 2. ジョージュ弟のエドガーとの間でまずは悲しい問答を交わした後、ヒューは昨夜屋敷のしびどの間の鏡に映る顔を見て。 自分がどどれほししたた。かを話したすると暖炉脇の椅子に腰掛けたエドガーはさっと顔を上げ尋ねた「兄さんそれは何時頃だった?」「わからない」ヒューは答えた「6時を少し回ったくらいだったと思う」「でもそれがどうした?」「あれは僕に向けた警告だったんだ」 あれがルースに違いないと早とちりしなかったら「兄さんメアリーはおととい死んだんだ」エドガーは言ったちょうど今兄さんがしているみたいにその椅子に僕の方を向いて座っていたらいきなり前に倒れたんだすぐに死んだのがせめてもの救いだった とポツリポツリと言葉をついた苦しまずに済んだからおうちゃんも先生も即死だったってお父さんも同じ死に方だったってきっと遺伝なんだろうなんてことを。叫びながらヒューは勢いよく立ち上がったご章だからそんな言い方やめてくれ忘れたのか メアリーとルースは姉妹なんだぞ。言っていいことと悪いことがあるだろう。僕にはわからないな。なぜ死が突然やってこないように祈るのか。エドガーは相変わらず静かな口調で続けた。だってこの世の混乱と苦しみからすんなりと完全なる安息へと移っていけるんだ。なんて慈悲深いことだろう。ああ。 今すぐメアリーの隣に横たわって僕も眠れたらヒューは言った去って行く者にとっては地位深いことかもしれないが残される者にとってはそうではないどれほどショックを受けることかでも今夜はもう遅いし長旅で疲れたから僕はもう休ませてもらうよ弟にお休みを言うと ヒューは階段を上がって用意された部屋に入った狭い廊下を挟んだ向かいにはもう一つ静かな部屋があってそこに妹の遺体が安置されていた扉の下の隙間から炎明かりと潜めたささやき声が漏れていて今も誰かが遺体に付き添っているようだったヒューが最後にメアリに会ったのは 兄弟姉妹が強盗の結婚式を挙げた日だった彼は再びろうそくを取り上げると向かいの部屋の扉をたたいたわずかに開いた隙間から結婚以来メアリーと一緒に暮らしていた年老いた家政婦が顔を覗かせた彼女は相手が誰だか分かると廊下に出てきてそっと扉を閉めヒューを元いた部屋に連れ戻すと そちらの扉も閉ざした。門老様用件は存じ上げておりますが私の話を聞いてください哀れな目アりお嬢様のお顔を見たいとおっしゃらないでくださいましどうかどうか今の奥様の姿よりも最後にお会いになった時の姿で可愛らしい幸せそうな花嫁姿のままで覚えていてあげてくださいまし」。 それにメアリ様はルース奥様とそっくりでございますから絶対にお会いにならない方がようございますお会いになってもメアリ様はもうどうにもなりませんし旦那様も心にすぐには癒えることのないような傷を受けておられます今のままでも真っ青で疲れた顔をしておられますのに分かったよポビスヒューは答えた ただメアリーの顔も見ないではエドガーが傷つくかもしれないと思ったんだとにかくエドガーには君からうまく言っておいてくれ確かに僕はもうヘトヘトだから君の忠告に従うことにしようおやすみそうして廊下政府は棺王家のそばに戻ってわびしい寝ずの晩を続けヒューは寝る支度を急いだ ベッドの端に座って服を脱いでいでると、たまたま鏡に映る自分の姿が目に入ったのだがするとそこに彼の肩越しに鏡を覗き込むかのように昨夜のおぞましい顔が浮かんでいった今回その目は開いていてまるで何かしらの行動を促すかのように訴えるような恋願うような表情で彼の目を 覗き込んでいるように見え,た見えているのは顔だけでそれはまるで首から舌を切り落とされたかのようなあるいは頭と胴体が灰色の霧で包まれていてその中から美しい訴えるようなルースの顔だけが浮かび上がっているかのようだったそれが妻の顔であることに疑いの余地はなかった。 彼は立ち上がが、っって鏡に歩み寄ったが近づいてゆくにつれてその顔はだんだんとぼやけ消えていったしばらく震えながら四方を見回していたが顔は再び映ることはなかった気のせいだろうと心の中で自分に言い聞かせ急いでベッドに入るとひどく疲れていたせいでたちまち眠りに落ちていた 翌朝目が覚めると疲れはいえ頭もさえてキビキビしていた起き上がって着替えを済ませ鏡の前で髪に櫛を入れていると一陣の冷たい風に肌を撫でられたような気がした櫛を持った手を上げたまま鏡を見るとまたしてもそこに映る自分の肩越しに悲しげな 灰色のの目でじっと彼を見つめているルースの顔があった。今回は顔以外の部分が次第に見えるようになってきて彼が目の前の鏡に映る2つの瞳をなすすべもなく見つめていると彼女が一方の手を上げそしてその手指に婚約指輪が光るのが見えた。 変わった一生の古いその指輪ははるか遠い昔から門老家のすべての長男が婚約者に送り結婚を誓った指輪だった何が望みだヒューは異質な硬い声で尋ねた自分の耳にも奇妙で遠く聞こえた何をしてほしい 青白い唇が何か言いたげに開かれたが言葉は出てこなかったしかしその時部屋の中にあたかも微風に乗って遠くから運ばれてきた音楽のように「間に合わない間に合わない」という言葉が鳴り響いたそして鏡の中の姿は消えた すっかり動揺しすっかり混乱ながらもヒューは身支度を済ませて下に降りていった弟のエドガーは昨日別れた時とほとんど同じ場所に同じ格好で座り閉ざされた日よけをすり抜けてくる淡い朝の光の中やつれ打ちひしがれた顔をしていたヒューを見るとはっとして 背筋を伸ばし何かあったのかと尋ねたヒューは一部始終を話し家に帰らなければならないと言った「こんな時に一人にしないでくれ」エドガーは哀願した「たかが幻だか夢だかを見ただけじゃないか」「大方脳が疲れていたせいで目の錯覚が起きたんだ」 最初に見た幻覚のショックが消えないでいるところにメアリーの死が重なって動揺していたんだ信じてくれ兄さんただの見間違いだってそれに昨日の朝の10時からの間にルース姉さんに一体何が起こるって言うんだいこの辛い一日を兄さんなしで切り抜けることはできないよどうかお願いだからせめて明日までいてくれ明日になれば僕も喜んで 一緒にに兄さんの家に行って、しばらくいさせてもらうからヒューはそれでもすぐに帰りたいと言い張ったがエドガーは言葉を重ねて懇願ししまいにはメソメソ泣き出したので折れざるを得なかったあれこれと葬儀の準備をしたり墓地まで行って戻ってきたりつらい四季の間弟を慰めたり励ましたりしているうちに 一日はすぐに消えてゆき夜にはまた二人で食堂の暖炉の前で座っていたヒューはその日の間何度か自室に戻りその度に恐怖に震えながらあの鏡を覗き込んだがもうあの顔は見えなかった一旦夜が明けて無事家に向けて出発してしまえば何もかも 馬鹿げた迷信だったと笑い飛ばせるようになるかもしれないと考え始めた時かすかな不思議な感じのうめき声がして2人の兄弟は目を上げてじっと耳を澄ましたヒューが口を開こうとするとうめき声はだんだんと大きくなってゆきやがては「ヒュー」。 むせび泣くようなけたたましい音を立てて風のごとく部屋を吹き抜けていったヒューが立ち上がろうとしかけたちょうどその時扉がはじけ飛ぶような激しい勢いで開きおぼろげな灰色の人影が一つスッと滑るように入ってきてそのまま音もなく不気味に部屋を横切り 暖炉の前で止まった。「扉が一人でにそっと閉まりヒューとエドガーが互いの手を痛いほどに握りしめそろりそろりとそちらに近づいてゆくと人影を包んでいた霧のベールが少しずつゆっくりと薄れてゆきやがてそろって恐怖に打ち震える兄弟の眼前に。 ルース・モンローの姿が現れた風とうめき声は次第に弱まってゆき不気味な沈黙が部屋を満たした部屋の中はあたかも先ほどの霧のベールが空気に溶け込んだかのように急に寒く湿っぽくなっていったルースは微動だにせず朝方と同じ 訴えかけるような目で夫をじっと見据えていたエドガーは震える声でルースの名を呼びかけ話をしてくれるようにと促した彼の声を聞いた人影は一方の手を差し伸ばしちょうど鏡の中の顔がしたように唇を動かして言葉にならない無音の声が部屋を伝っていくように思えたがそれはあまりにも曖昧で 二人とも全く理解できなかった。ヒューが勢いよく駆け出し、差し出された彼女の手を取ろうとすると、その姿はゆっくりと薄れて行き、やがてこの不思議な訪問の痕跡を残すことなく消えた。もう無理だ。ヒューは叫んだ。これ以上待っていたら気が狂ってしまう。 何か恐ろしいことが起こったに違いないジョージに馬の準備をさせてすぐに出発する昨日の夜今朝、そしてたった今もう一度あれを見たら僕は死んでしまうそう言ってヒューは呼び鈴を鳴らし従者のジョージにすぐに馬の支度をするようにと命じた二人は出発し 静かなヨークの街路に石畳を打つひずめの音を響かせながらミックルゲートバーを抜けて夜の荒野へと出ていった屋敷が近づいてくる頃には村の上に漂う冷たく濃い霧を透かして朝日がじわじわと広がりつつあり疲れた馬と男たちは橋の上で歩みを止め木々に囲まれて ひっそりとたたずむ屋敷を眺めたヒューは疲れた馬の脇腹を蹴って急ぐ思いで並木道を通り抜け正面の石段を上がって聖者ばかりか死者まで呼び起こさんばかりの勢いで呼び鈴を鳴らしたちょうどその時医師を見送ろうとしていたロー・ベティーが玄関扉を開いた ヒューを見るや医師はためらうように石段の上で立ち止まった「ああやっぱり」「ヒューは叫んだ」「ルースが」医師は彼の腕を取って食堂に連れて行きこう言った「オンローさん心の準備をしてください」「奥様は命を落とすか?」 あるるいは一生意識が戻らなくなくほどのショックを受けたののですどのような形でまた何が原因でそうなったのか分かりませんがベティの話では昨日の夜死人の間で意識を失って倒れているのを見つけたそうでそれ以来ずっと恐ろしい声であなたを呼んでいるのですほら聞こえるでしょう。医師が扉を開けると その日の日朝風に乗って聞こえてきた声と同じ奇妙な抑揚をつけて自分の名前が呼ばれるのを聞いた医師の引き止める手を振り払うと彼は二階に飛んでいきするとそこにはベッドに半身を起こし怯えた女中たちに見守られながらルースが延々と彼の名前を呼んでいたヒューが現れた途端 彼女は口を閉ざしあの幽霊がしたように悲しげな雰囲気を漂わせながら愛おしそうに夫を見つめそれから言った「さよならを言うために待っていたの」「三度あなたに会いに行ったのよ」「家に帰ってきてほしくて」「上の階のあの部屋には本当に幽霊がいるわ」 あの恐ろしいベッドの上に横たえられている自分の姿が見えたのそのショックで私はお医者様がいつも言っていたわ人はショックで死ぬんだってあなたも死にそうだったものね今はただお別れの前に最後のキスがしたくて待っているの ヒューはがっくりと膝をつき彼女を抱きしめたそうしているうちにその目は閉じられ唇には無限の安らぎが浮かび両腕を胸の前で十字に重ねたままルースは死してベッドに横たわった夫の腕の中のその体は大理石のように冷たかった何日も なんやもヒューは生きているか死んでいるかわからないような状態が続き一部始終を聞くだけの心の準備ができるまで数ヶ月かかったルースはドー・ベティの涙ながらの懇願も聞かずさらにヒューから約束してほしいと言われていたにもかかわらずあれほど彼を動揺させたものは何だったのかを確かめるために上階の あの古い部屋に入りそこで発見されたのだったそして彼がこの話を聞き再びあの恐ろしい部屋を訪れた時それは屋敷のその区画を取り壊しモンロー家の死人の間の痕跡が全く残らないような形で改築するよう命じるためだった彼の顔に笑みが戻ったのは 新たな妻を迎え六人の騒がしい子宝に恵まれてからのことだったそしてクリスマスの季節になり会話がこの時期に恒例の幽霊のことになると彼は唐突に話題を変え決して鏡に映る顔について話すことはなかったとの鏡は壊されず 現在も迷信と畏敬の念とともに文楼家に伝わっている翌年に家族の中に死者が出る場合万年祭の夜に必ずその犠牲者の顔が映る少なくとも家政婦はそう語っていてさらにその明ら顔に笑みを浮かべて彼女はこう付け加える 今はもう誰もあそこの鏡を覗き込むような無茶はなさいません。幽霊が見えるのは門老家の方だけですし、それに旦那様、もしも鏡の中に自分の顔が映っていたら、それはそれは恐ろしいことでございますから。